よしよし、この辺では見ない顔だね。まあ多めに見てあげるよ。でも僕の機嫌を損ねないでよ。怒らせたら嫌がらせしてやるからな。少しじゃなくてたくさんね。誰も信じてくれ、一体何が望みなんだ。自分の土地に戻るのはいいもんだ、だろ。帝国の他の場所では大した問題じゃなかったんだ。だがここではたくさんの怨恨を引き起こしている。地元民やらその他諸々にね。帝国は最盛期というわけじゃない、それは認めるよ。けれども皇帝に選択の余地があったわけじゃないだろう。サルモールと平和条約を結ばなければ奴らは帝国を破壊していただろう。そうなればスカイリムはどうなっていたと思う。この点こそウルフリックの支持者たちが都合よく忘れてしまうところなんだよ。帝国が一つに団結しなければいずれサルモールに滅ぼされてしまう。ソリチュードまでの道中気をつけてな。ストームクロークの連中はどこにでもいるからな。どうぞゆっくりなさってくださいね。翻訳しているんだから変な気を起こさないでよ。じゃあ、ね、本当にドラゴンを見たの？パパは私がよそ者と仲良くしすぎるって言うけど、あなたは大丈夫そう。リバーカミラと俺、ああ確かに多少の窃盗があった。だが売るものはまだたくさんある。盗賊は一つのものだけを狙っていた。何か探してるのかい？まあいろいろとね。店の掃除に戻らないとめちゃくちゃだ。あなたなら頑固な私の兄弟に言い聞かせて分からせることができるかも。
ゴグナ、ぼんやりしてるんだ。エールか蜂蜜じゃねえか。そうしないのは難しいな。エールか蜂蜜じゃねえか。また今度。ちゃんと聞こえた？ああ、エールがまずくなる。聞こえてるんじゃないの。もうすぐ新しいのを仕入れるのを忘れないでね。部屋と食事、部屋が必要ならデルフィンと話せ。ほら、これを見ろ。市長の部下がここに来て手配書を置いていった。あなたがあの探り回っていた方、ウルフリック・ストームクロークが帝国軍から脱走したらしいわ。戦況はますます悪くなるでしょうね。ああ、それはもう大丈夫。助けはいらないわ。
自分の苦労を泣いて訴えるダダッコね。栄光は勝利者だけのもの。そして同胞団にとって激しく戦ってこその栄光なの。よそ者ね、同胞団のことは初耳？戦士としての秩序よ。私たちは名誉ある兄弟姉妹なの。問題を解決するために来たのよ。十分なゴールドがもらえるならね。私には決められない。ジョルバスクルにいるコドラク・ホワイトメインに聞くのね。あのじいさん、人を見る目があるの。あなたの目を見ればどんな価値があるか見抜くわ。彼のところに行くことね。幸運を祈るわ。強そうだな。ジョルバスクルに手を貸してやる。ふんふん。止まれ。町はドラゴンどもの接近により閉鎖中だ。法要以外では通せない。リバーウッドも危ないのか。それは入ってもらった方がいいな。首長は丘の上ドラゴンズリーチにいらっしゃる。ヘルゲンがドラゴンに襲われたらしい。いくらかかろうが金は払う。だが帝国軍兵士にはもっと剣が必要だ。問題でも。それなら俺に何をさせてくれるんだ。何もさせないっていうのか。邪魔してどうしようっての。バルグルーフ市長は訪問者には会わないわよ。まあ、だから衛兵が中に出たのね。それならいらっしゃい。これは誰？主張が個人的に話したいそうよ。離れていて、あなたを見守っていたの。で、ヘルゲンにいたのか。ドラゴンを自分の目で見たのか。本当か。自分の犯罪歴についてえらくはっきり言うんだな。だが帝国が誰を処刑したいかなんて俺の知ったことじゃない。今知りたいのはヘルゲンで実際に何が起こったかってことだ。イスミールに違う。イリレスは正しかった。今はどう思う、プロベンタス。壁の強さを信じ続けるか、ドラゴンを跳ね返せると。
市長、直ちにリバーウッドへ兵を送りましょう。山でドラゴンが待ち伏せしているなら、当面はそれが一番危険です。挑発と考えるはずです。我々がウルフリックと共に攻撃を仕掛けてくると思うでしょう。もういいだろ。そうするべきではないと。ドラゴンが私の要塞を焼き尽くし人々を殺しているのに、ポケット突っ立っているつもりはない。イリです、今すぐリバーウッドに部隊を送ってくれ。ええ、市長。もういいか、仕事に戻るよ。それが一番いいだろう。よくやった。自分でよく俺を探し出してくれたな。ホワイトランに果たしてくれた貢献は大きい。このことは決して忘れないぞ。ほら、ちょっとした感謝の印と思って受け取ってくれ。もう一つお願いしたい。おそらくお前のような特殊な才能を持った者にふさわしい仕事だと思う。さあ、王宮魔術師のファレンガーを探しに行こう。ドラゴンに関連したことやドラゴンの噂についてずっと調べてもらっていたんだ。ファレンガーへ紹介しに一緒に行くよ。ちょっと気難しいところがある。だからさ、ほら、分かるだろ。ヘルゲンがドラゴンに破壊された。にわかには信じられないな。今起きてる戦争について議論。ん？なんだと？プロジェクト？手を貸すつもりだと？到底無理だな。市長は大広間、おそらくは市長の玉座にいる。ここウィザードの研究所には来ないだろう。ファレンガ、ドラゴンの件で助けになってくれる人を見つけた。最近では誰もがこの忌々しい戦争に一番の興味を抱いている。ふん、魔術師とお見受けしました。こちらはいかがでしょう。才能があるなら、ウィン、魔法には静寂があると。本当か？市長は、そう、ドラゴンの研究を指しているに違いない。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。取ってとは言うが、危険な廃墟を探索してもらうことになる。そして、実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。単刀直入だな。つまらぬ方法や理由の論議がいらんとは気に入った。くだらん詳細は置いておくとしよう。前にある石板がブリークフォール墓地にあるという事実を知った。ドラゴンの埋葬地の地図が書かれてあるというドラゴンストーンだ。ブリークフォール墓地に行き、その石板を見つけてきてくれ。間違いなく中央の間にあるはずだ。それを届けてくれればいい。簡単だろ。古代ノルドが建てた古の墓だ。おそらく龍戦争まで遡るだろう。ああ、そこにどう行くのか知りたいのだろう。リバーウッドの近く、ここから数キロ南にあるみすぼらしい小村だ。村で土地の者に聞けば正確な道を教えてくれるだろう。それは誰しも口外すべきでないことがあるだろう。情報源がある。頼りになる情報源だ。ブリークフォール墓地へ向かえ。何が欲しいんだ。この戦争の話なら俺はホワイトランの味方だ。トゥリウス将軍や帝国にいる将軍の友人たちはきっと俺が彼らに忠誠を誓う義務があると言うだろうし、おそらくそうなんだろう。ウルフリック・ストームクロークに言わせれば、スカイリムの独立のために戦っているんだから、俺はノルドの人々に忠誠を誓う義務があることになるだろう。こちらの言い分にも一理ある。いつかいずれかの立場で剣を抜かなければならない時が来るかもしれない。
だが今はまだその時ではない。もういいか、町を守る仕事があるんだ。昔はお前みたいな冒険、またやってるな。やっぱり戦いを動き続けろ、相手を疲れさせるんだ。来い、注意していれば何かを守る。責任って何のだ。それぞれがそれぞれの責任を自分で持つ。加わりたいならコドラクに話をして。怪我が欲しい。息の根を止めるのよ。燃えろ。なぶり殺してやろう。やれ。お腹いっぱいの蜂蜜酒でしっぽりと。一族の誇りが大事なのはわかるわ。でもそんなお金はないのよ。疲れてるみたいだな。数週間かけて盗賊のアジト。刀剣がいるのか。火事場何が必要かな。ソリチュードもウィンドヘルムもどうでもいい。ホワイトランはかつてスカイリムの宝だった。かつては。いや気にするな。ここは栄光にあふれた土地だった。だが全ては変わってしまった。帝国がやってきて。傭兵の仕事には挑戦したか。きっとぴったりだろうな。我々はここをホワイトランで指揮官として衛兵隊を率いる。無事虫に過ぎない。しかしあなたは怠けるなよ。ものから消化し、ついに来たな。それはいわゆる皇帝ってのが腰抜けだからだよ。そうだ、腰抜けと言ってやったぞ。まったく、アルドメリに剣を突きつけられてタロスの信仰を追放することに同意しやがったんだ。あいつらは白金協定とかって呼んでるが、俺にしてみれば冒涜ってやつだね。本当に帝国の子ならどんな犠牲を払っても自分たちにとって最も偉大な英雄に決して背を向けることはない。一つ教えておいてやるよ。シロディールはここからほど遠い。ここスカイリムでは何があろうと偉大なタロスを見捨てない。来るなら来い、何も恐れることはない。なぜならタロスは私の味方であり、私は彼の預言者だ。彼の言葉は私の口に、彼の声は私の喉にある。しかしあなたはかつて人間であった。そうだ、人として、あなた
の大地に生まれしストーム。